2段の今回ご紹介するステップはカニのように横移動するので、日本においては英語でカニを意味するクラブという名称で呼ばれていますが、アメリカではパックマンと呼ばれているようです。 YouTube にたくさんの日本人がヒップホップの基礎としてこのステップのチュートリアル動画を上げていますが、このステップはもともとはボビー・ブラウンなどが踊っていたニュージャックスイングのステップで、91年頃から始まった立ち踊りのヒップホップ以前からある、日本でも89年頃に踊られていたステップです。すでにいろんな方が懇切丁寧にこのステップについて解説している動画が存在しますので、この動画の中ではそれらのヒップホップのステップとして紹介されているクラブと元のニュージャックスイングのクラブの違いに絞って説明していきたいと思います。違いとしてはニュージャックではアップで取るのに対して、ヒップホップではダウンで取ります。それから移動する方向にこのように体を傾けるやり方をする方も多いです。しかしニュージャックスイングが流行っていた時代にはこのようなシルエットで踊る方はいませんでした。ニュージャックスイングの場合は頭頂支点としてここを固定された状態で、下半身が振り子のようにこのように動きます。ニュージャックの方が軽やか、ヒップホップの方が重たい印象になると思います。このような動きの違いは曲調から来ていると思います。91年とか92年のヒップホップっていうのはテンポが遅いんですね。例えばこんな感じです。ちょっと実際にこの音で踊ってみます。このようにちょっと溜めたような粘るような踊り方になると思います。それに対してもう少しこうテンポが速くてこう軽快な16でビートを取るようなニュージャックにおいてはこう跳ねるように踊るんですね。でこのニュージャックスイングの方のクラブはよりそれっぽい動きっていうのは、スタンスが割とこう狭くとってかかととかかとが重なるぐらいの位置で取るっていうのは当時っぽいですね。でこの場合は重なるのは、左に行くんであれば右側のかかとが前に、右に行くんであれば左側のかかとが前にこう入ります。でこう前にこう弾き出すような感じで、ちょうどこう昔懐かしいピンボールっていう、こうここに横にボタンがあって、ここにフリッパーっていうこうパタパタするところがあって、これでボールを落ちてきたボールを打ち出すゲームがありましたけど、このフリッパーのような感じでこう
前にこう打つような感じ。ヒップホップの方のクラブのようにこうまったりとした感じじゃなくて、こう下半身がこうかかとで前に打ち出されるような、そんな感じです。だからこう横に移動してるっていうより、腰は斜め前にこう打つような感じですね。こんな感じがニュージャックスイングっぽいと思います。あと手なんですけど、手はそれでこうまあエンカウントの時に、例えばこうこれぐらいの感じで、でこう肘をこう絞ってくるような、こんな感じとか、それからまあこういうふうに横に、顔の横に添えてみたりとか、こうマイケル・ジャクソンみたいな感じ、こんな感じとか、あとはこうまあ腰にこう構えて、あとこう片手にしてみたり、まあこんな感じがあると思います。でよりニュージャックっぽいっていうのは、こうニュージャックっていうのはこうアップしながら、例えばトゥループとかってこう上から手が、体が上に上がるときに上に構えてる手をこう下ろしてきてこうサンドするような動き、それからロボコップの一部にこういうふうにサンドする、こういう動きが特徴的だと思うんですけども、このクラブでも上に構えた状態からこういうふうにこんな感じ、これはニュージャックだなっていう感じだと思います。それからもう一個、こう上に上がるっていうより、こう体はこうこっちの手でこう押し出、上半身を押し出すような感じで、こう胸のずらしを使ってこういうふうにこう真ん中の軸になってる方じゃない方の足を横に弾き出すような、こんなのもニュージャックの時はありました。アレンジとしてはスライドソウルの、サイドウォークなんかでご紹介したような、スライドして1&2で、もう一回入るときは1&2&3&4 1&2&3&4、あるいは1&2&2&といったら、こっから3&4 1&2&3&4、ここの円でインに入ったところのためを使ってこのような感じで1&2&3、ここでちょっと弓を引くような感じで3&4 1&2&3&4、このようなやり方もあると思います。あとはターンを入れる1&2&3&4 5 and 6 7 8 1&2&3 4 5 and 6 7 8、このようにターンを入れたりもいいと思います。あとは他のステップとの組み合わせでいうと、第1弾で紹介したヒッチハイクのオープニングのデモンストレーションのところでも、これクラブと混ぜて踊ってしまってますけども、その第一さんで紹介したヒッチハイクっていうのも、こうオンビートで開く、でこのクラブっていうのもオンビートの時に開くので、かなりこの2つっていうのは相性がいいと思います。やってみると 1&2&3&4&5&6 7 8 1&2&3 4、このような感じですね。そうですね、あとこれはずっと1&2&1&2&1&2&ってなるので、せわしない
ので、ちょっとこう休め休めみたいな感じでこう普通に2ステップを入れて1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 とか、よくニュージャックで出てくるこの跳ねるステップ、両足で跳ねて1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 とか、あとは途中で少しこうピボットターンを入れるっていう、これは1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8、こんな感じです。以上、ニュージャックスイングのクラブでした。